こんにちは、クラスのナルオです。今日は新ブランド、キグのご紹介をします。キグとは、このクラスの中に海外のコーヒー器具を紹介するために生まれた新しいセカンドブランドです。なぜ今回このキグをクラスと分けたかといいますと、クラスは今まで日本の素晴らしいコーヒー器具を皆様に紹介してきました。 メイドインジャパンの美しい製品とか機能的な製品というのは今まで特に海外のお客様から高い評価を得ていました。ただ一方で海外にはたくさんのコーヒー器具はまだまだあります。国内ではその海外製のコーヒー器具の流通量は全然多くありません。そういった美しかったり機能的な海外のコーヒー器具を日本の皆様に紹介することによって皆様のコーヒー体験を少しでもレベルアップ するるような新しいいコーヒーヒ体験を生み出せると思っていますで実際どういったものを紹介するかといいますと、まあ、コーヒーを作る過程ではさまざまなコーヒー器具が登場します例えばドリッパーこのドリッパーはエイプリル・ロースターというデンマークのコペンハーゲンにある会社が作っています代表のパトリックが世界大会コーヒーの世界大会に出場する際にデザインしたものですまさにプロ仕様という感じです あとは、コーヒー豆。そのままじゃ飲めないですから、コーヒーを砕く。ミルが必要です。こちら、コーヒーミルですね。これは、バリアという、今、海外のコーヒーシーンではちょっと話題になってきているメーカーです。代表のラムシーとはよく打ち合わせをするんですが、彼はもう1聞くと10返ってくるような、すごいコーヒーオタクです。僕らはすごく信頼して、今後も取引をしていこうと思っています。こちらの、 ペローというのはアメリカの会社さんで私たちが海外の製品を取り扱うことを決めたきっかけでもあるメーカーさんです。国内で、えー、正規代理店として、えー、弊社が初めてこの製品を取り扱い始めた時にはもうたくさんのお問い合わせをいただきました。やっぱりこれの何がいいかと言いますと、まあ、細かい温度設定であったりだとかこの注ぎ口ですね。プロ仕様の注ぎ口。 あとはもう単純に見た目のかっこよさですね。やっぱ海外ならではという感じです。でフェローの製品は他にもたくさん今後も増えていきますので、交ご期待です。で、今後の展開といたしましては、他のメーカー様多数、も海外にはたくさんコーヒー器具屋さんがありますので、そのコーヒー器具のメーカーと商談中です。今後のラインナップをどんどん増やしていきます。器具では、 実店舗がなくウェブサイトだけとなっています。ただそのウェブサイト上ではかなり細かく詳細に商品についてご紹介しています。それは私自身個人の経験から来ているものでして、以前個人で色々器具を輸入してたんですが、やはり海外の方とのやりとりっていうのは不安がつきものでした。なのでそういった不安が皆様に、まあ、感じないような、そういった、 ウェブサイト作りのためにかなり細かくまるで現地でお店でバリスタとしゃべってるぐらい細かく商品について解説していますので器具では今後さらにどんどん活動を展開していきますので是非一度弊社のウェブサイトにアクセスしてみてください。今日は以上ととなりりまますありがとうございました